元男の子の青木かのんと、まだ男の子のひろちゃんです。こんばんは。はい、こんばんは。今日はですね、 YouTuber の元男の子、あ、まだ元男の子ちょっと話がおかしくなっちゃう。何でしたっけ。まだ男の子ですかね。まだ男の子、まだ男の子さんの YouTuber のひろちゃんさん、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私がちょっといろいろ聞きたいことがありまして、いろんな元男の子さんいるじゃないですか、世の中に。はい、なんかもう人それぞれその考え方違うと思うんですよ。元男の子だったら性転換手術して、体も全部女の子になって戸籍も女の子に変えて、男の人と結婚して女の幸せを生きていくないよみたいな。わかります。あ、結構定番、定番というか、松屋か好き屋で行ったら、あの松屋行くみたいな。それがわかんない。ごめんなさい。ひろちゃんさんってひろちゃんなりのその考え方で生きてるじゃないですか。ああ、はいはいはい。ちょっと今回いろいろ聞いていきたいんですけども、聞いてってもいいですか。どこまで答えられる範囲では。ひろちゃんの動画を見て私が気になったことがあって、私は性転換の手術を受けるつもりはこの先もありませんみたいなことを言ってませんでした、はい、ああ言ってましたね。ですよね。私からしたらなんかすごい新感覚だなと思っちゃったんですよ。周りの元男の子さんとか、まあ、飲み屋で働いた元男の子さんもみんなそのコチンを切ってなんで笑うんですか。ポコチンを切ってそれでゴールみたいな、それがヒロちゃんでは違うんですもんね。質問一つ目、はい、なぜヒロちゃんはポコチンを切らない性転換をしないっていうことを宣言したんですか。真実を話した方がいいと思うんで、私がなんか勝手に味付けしても申し訳ないんで。みんなやっぱりいろんな、なんでなんでっていう風に聞かれるから、まあ面倒くさいからしないっていうなんか風になんか言っちゃってるけど、意地張ってってことですか。うん、そうではないんだけど、既往病があるので、既往病ってもともとある病気、あー、はい、っていう意味なんです。持病ですか。そうそうそう、持病、持病があるので、はい、その絡みでできないというかしない方がいいんじゃないかなっていう。持病があるっていう風に言うと、え、じゃあ何その持病っていう風にこうどん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 突っ込んで、やっぱりみんな聞きたい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 ってなるじゃないですか。あ、聞きたいですよね。今まで動画で話しなかったんですよ。一回車椅子生活になったことがあるんです。動画見ました。青木さんもご存知だと思うんですけど、はい、車椅子生活になって車椅子がないとダメだった時期もあるんだけど、今歩いたりとかできるじゃないですか。どこの筋肉がうまく動いて歩けてるか立ててるか分かってないんですよ。もう絶対歩けないっていうふうに言われたのが、自分の努力もあったんですけど、はい、歩けるようになったので、鼠径部をいじるじゃないですか。急所をいじるってこと。そうですね。どうせするんだったら増殖するタイプの性別適合手術をしたいなと思っているので、はい、そうすると鼠径部いじってやっぱ穴開けるわけじゃないですか、はい、そうすると足の根元の筋肉とかをいじって、それで仮に歩けなくなっちゃったら困るな。確かにそれは辛いですね。日常生活のことを第一に考えちゃうと無理かなって、うん、そっちの方がストレスでかいですもんね。そうですね。一回なってみると分かるんですけど、歩けないってすごいストレスなんで。なるほど、まあ、そういういろんな事情があったんですね。メンタル的にはなんか特にあれですか、そんなになんか自分の中で意識とかないんですか。別に取らなくてもカバーできる拠り所があるみたいな。そう、本当はね取りたいんですよ。めちゃくちゃ取りたいんですか。そうなんです。本当は取りたいし、例えばパンツを履く、ズボンを履くっていう風になった時に、はいはい、その目立つっていう。私当時タイ料理レストランでバイトしたんですよ、はい、女子として働いてたんで、めちゃくちゃピチピチなパンツ履かされるんですよ、従業員の制服で。ついてるから、はい、めちゃくちゃもっこりするんですよね。それ嫌じゃないですか。確かに。お客さんには言ってないから元男って、うん、なので毎朝ガムテープでポコチンにペタッつけて、それお尻の後ろからビヤーって引っ張って、これペタッて止めてもうこうですよね。こうやってやるとめちゃくちゃおけけが引っ張られて痛いんですよ。そういう時は処理してなかったんですか。ある程度もうやばいんですよ。もう常に仕事中やばい、おけけがもうホールスタッフやりながらもう常におけけを引っ張られるっていう。それ辛いですね。でもそういう事情があったと。そうですね。その事情がやっぱり一番トップに来るんですよね。それをさ動画で言うと、え、じゃあなんでなんでなんでって言われるのがめんどくさいんで、今まであんまり言わなかった。いや、私もそう思ってましたよ。あ、だから別にそこまでここはあんま関係ない人なのかなっていうのは正直思ってました。そこまで深い事情があったと。ではですね、次の質問したいんですけど、ヒロちゃんってあれですね、今パートナーさんいらっしゃいますよね。はいはいはい。そのお相手が女性なんですよね。はい、そうです、そうです。で、その今いらっしゃるその彼女さんは、はい、ひろちゃんのことをどう思ってるんですか。
どう思ってるんですかね。なんかどういう感情で付き合ってるんですかっていう。まあ男時代も知ってますからね。そうなんですか。ハニーさんでしたっけ。そうですね。ハニーはもう知り合ってからもう10年ぐらい経つので。めっちゃ長いですね。お友達の期間とお付き合いしている期間と。友達というかもともと私がお客さんで店員さん。そうなんですね。みたいな感じだったんですよ。それで一目惚れしたと。なんかね、その仲良くなって、それでいろいろな相談をするようになって、お互い惹かれ合った。そうですね。そうなんですね。そのハニーさんは、じゃあヒロちゃんのことをどういう感じで見てるんですか。女同士で付き合ってるのか、それともココチンがついてるじゃないですか。はいはい。なのでココチンついてる女の人と付き合ってるのかみたいな、なんかちょっと言いにくいですけども、はい、ココチンがついてるからちょっとどっかで男として見ているのかなみたいな。やっぱり少なからずともやっぱりそういうところあると思うんですけど、お互いに人間同士で付き合ってるみたいな感じ。素敵。なんか男だから女だからとかじゃなくて、ハニーと私みたいな感じ。この前お会いしたじゃないですか。ハニーさん人柄めちゃくちゃくないですか。初対面の私をこう受け入れてくださったんですよ。めちゃくちゃすごい一緒にいて、てか初対面なのに居心地よかったんですよ、はい、あ、そうですか。いや、いいなって。なんで分かったんですか。いや、嬉しいなと。ハニーさん伝えておいてください。あ、わかりました。じゃあもうお互いも人間同士で付き合ってるっていう感じなんですね。だと思いますよ。それはなんとなくわかるっていうか、私もその彼氏がいて、やっぱり後ろめたさあるんですよ。もともと男だったからっていうこともあって、ある意味その際物じゃないですか、世間から見たら。私たちそうじゃないですか。まあ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 、嫌だけど世間から見たら、ね、世間から見たら。だってあの歌も出してますし、替え歌見ました。あれだって見してくれたじゃないですか。だから極物と付き合ってる恋人って思われてしまうわけですよ、周りの人にも。渡るくんだったら渡るくんの友達は、渡るさ、あいつ元男の彼女と付き合ってるんだろうみたいな感じで、後ろめたさがあるんですよ、やっぱり。どっかしら人間のもう心と心で繋がってるっていうのなんか、あ、いいなって普通に。ではですね、3つ目の質問っていいですか。そんなハニーさんとココチンがついているヒロちゃんはどう営みするのか。事前に質問内容ちょっと伝えてると思って、はいはいはい、あれですけど、どうなんですかね。どう営みするのかっていうのは。そうですね。普通にしますよ。例えば、はい、私がまだココチンついてた時は、はい、タオルを巻いて見えないようになかったことのようにしてもらってスキンシップするっていうぐらいだったんですけど、ヒロちゃんはどういう感じで。多分いろんな人がいるじゃないですか。はいはいはい。その時は、まあ、一時的に男性に戻るというか、あ、はいはい、まあ、男性役をしますね、はい、でもなかなかね元気にならない。すごいな、すごい話。でもなんか私の周りでは、なんだろう、あの元女子と元男の子、はい、カップルだとそういうのが多いイメージです。あ、その時だ、営みの時だけ。時だけはあの本来あるべき姿で生まれた時の形式で営みをするみたいな、はい、それと同じ感じってことですか。そうですね。まあ、ハニーもなんか昔はなんか男の子として生きたいって思ってたらしくて、はいはい、ね、お互い逆転が逆転してる、一周回って元通り状態なんで。はいはい。もうヒロちゃんってあれですよね、ホルモンも減ってるわけじゃないですか。はいはい、はい、そうなると機能します。なかなか機能しないんですよね、これは。ちょっと困っちゃう。でもホルモンが、私の場合ちょっとホルモン異常ってあるじゃないですか。あ、はい、ホルモンを経口服用してるけど実際は体の中からもう出ちゃってるんで。そうなんですよ。ヒロちゃんはあれなんですよね、もともと女性ホルモンがなんか体から出来上がってくれたんですよね。そうですね。何がめちゃくちゃ羨ましいんですけど、何もなくても、うん、アベレージでだいたい200ちょっと血液検査で。普通の元男の子より何倍とか。分かんないですね。元からあるってことですもんね。私ないですよ。だからなんか羨ましいなみたいな。結構アップダウンあるんですけど、最低で200ぐらいで、最高値が1万とかいくんですよ。だから、妊娠してる人と大して変わらないぐらいのホルモン量が一気にドーンって上がっちゃったりする時とかもあるんで。それちょっと、すごいな。そんなことあるんだ。そういう時って、なんかよくわかんないけど、機能するんですよ。女性ホルモンがすごいたくさんある時の方が、なんか、おーってなるんです。そういうのないですか。ないですか。ないです。ないです、ないです。ホルモンは注射。ホルモン注射じゃなくて私錠剤です。あ、そうなんですか、うん、なんか注射打って、うん、一時的に血中濃度が上がったりするとすげえムラムラするとか、でよく聞くんですけど。あ、ごめんなさい。
うん、私ないです。多分私卵胞ホルモンやってるんですよ、はいはい、だから性欲なくなるんですよ。黄体ホルモンと卵胞ホルモンって2種類あるじゃないですか基本的に、はいはい、私は卵胞ホルモンやると性欲落ちて、黄体ホルモンやると性欲バーンって爆上がりするんですよ。でも黄体ホルモンやると肌荒れするしっていうので、あんまり黄体ホルモンやりたくないですよね。肌荒れする代償とともに性欲を得るのかでも私いや別にとも肌荒れしたくないしみたいな、それで卵胞ホルモン、美肌を手に入れるために性欲を捨てました。卵胞ホルモンも黄体ホルモンもなんかよくわかんないんですけど出てるんで、数値が一気に跳ね上がった時とか、私は注射はしてないんですけど、体の中で急に増産された時に、なんか今日はいけるかもしれない。じゃあちょっとこれを踏まえておいて、最後4つ目の質問していいですか。はい、これが私が一番聞きたいことなんですけど、はい、今女性として生きてるじゃないですか、はい、ホルモンもやってるじゃないですか、はい、でホルモン体から出てくるじゃないですか、はい、射精ってできるんですか。あ、射精ですか。それはね、出ないですね。出なくなりました。ああ、そうですか。はい、そうなんですよ。なんか達する感はあるんですけど、射精はないですね。オタマジャクシも出てこない。オタマジャクシはもうゼロなんで。色もですか。色もないですね。透明なのがなんかほんとなんか 2,3 滴程度みたいな。そのヒロちゃんに前聞いた時あったと思うんですけど、そのお金玉も今取ってないですよね。そうですね、そうそう、と あれは取っても大丈夫なんだと思うんだけど。じゃあもうフルカスタムですか今フルカスタムですね、はい、フルカスタムでもね、ホルモンやってだいぶちっちゃくなったから、ミニキン、そうそう、ミニキンになりましたね。ミニキン、本当にすごいコンプレックスだったんですよ昔。デカキンだったんですか。デカキンだったんですけどごめんなさい、純さん先輩だからそういう時に使っちゃいけないのでミニキンなんですね。ミニキンになりましたね。長さ測ったりとかしなかったですか。しないですよ。何がですか。そのポブティなんですか。そうしないです、しないです。私ミニチンってあだ名だったんでめちゃくちゃ知っちゃって。いや羨ましい。ミニチンってデカチンですかなんか自分でこういうのなんか言うの嫌じゃないということで4つ目の質問は、はい、答えが射精はしないっていうこと。そうですね、射精とかまあ精子は出ないですよね。精子と精巣っていうのがあって、はい、精巣っていうのはもう常に作られてるものらしいので、オタマジャクシちゃんはもういなくなったっていうこと、はい、そうですね。ありがとうございます、ということで今回ですね、ヒロちゃんいろいろと聞いていったんですけどいかがだったでしょうか。すごい貴重な話ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ぜひですね、またコラボしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価してくれような。Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますし、ヒロちゃんとコラボした動画も画面の下にありますので、そちらも画面下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。